先日インスタグラムで質問箱を受け付けました。たくさんの方が気になる部位があるんですが、ほとんどの方の原因が腹部の筋力の低下なんです。体の中心は腹部にあります。ここが弱ってしまうとどうしても体型が崩れてちゃんと痩せれません。今回の動画は1年前に載したデッドバグというメニューなんですが、このメニューを続けてきた方がすごくたくさん効果が得られてます。中にも身長が3センチ伸びて体重9キロ減ったという方もいました。今回は応用編としてカイル足デッドバグを行っていきましょう。今回のメニューを行うことで猫背の解消、反り腰、下腹ぽっこり、垂れ尻、足痩せができてきます。男性も女性も気になる部位が改善できてきますんで頑張ってみましょう。今回のメニューは20秒で腹筋100回分の効果があります。なぜかというと、通常腹筋は体を動かすと思いますが、今回は手を動かします。手を動かすことによって体が小刻みに動きます。早く腹筋を収縮させることができるので、1秒あたり5回ぐらい手を振る目安として20秒間100回分の効果があります。これを3セット行いますので1分間で300回分の腹筋効果がありますので、一緒に頑張ってみましょう。お腹の表面の腹直筋、お腹をへこませる腹横筋、どっちも鍛えられます。腹斜筋も使えますので、肋骨を締めたい方、お腹が直後に出やすい方、お腹にお肉がつきやすい方は一緒にやってください。効果的にお腹を使うために、まず腰とお腹を伸ばして縮めます。まずは寝たままで体を丸めましょう。スタート。腰が丸くならないと腹筋は縮みませんよね。なのでまずは腰を丸める練習をしましょう。できれば体を起こしてください。OK、 次はうつ伏せです。脇の下に手をついて体を伸ばしましょう。スタート。しっかり上体をね、伸ばします。背中の筋肉がね、伸びたり縮んだりしないと猫背の解消ができないんで、しっかりね、伸ばしましょう。 OK、 それではデッドバグに入ります。デッドバグ知らない方にもう一度解説します。デッドバグは手足をバンザイしたまま体を起こします。この状態で20秒間キープするのがデッドバグです。今回はスマホ持たなくていい方はここで手を振る、スマホ持つ方は前で振る、そして足をピンと伸ばすと足に力が入りますんで、ちょっと膝曲げて足の膝を開いてカエル足を作りましょう。そうすることで足の力が抜けて腹部に効きます。息は止めないように長く吐きましょう。3回続けていきます。いきましょう。スタート。ぐーぐー手を振って、腰を床つけて、OK、 あー、これはあと2回です。1回でもウエストが引き締まってきますので頑張りましょう。2回目いきます。スタート。スマホ持ってる方は手を前に伸ばして、ちょっとスマホがねブレるけどね、しっかり手を振って早くクッ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 パンチです。OK、 あー効いてきてる。さあラストです。頑張って手を振りましょう。いきます。スタート。手足の力抜いて、お腹の力緩めないように、うおぉよけったー、入ってー、入ってー。
お疲れです。首と肩がね少し疲れたと思うんで、首をしっかりね伸ばしましょう。スタート。上下向いて、結構腹筋やるとね首とか腰が痛いよっていう人もいるんで、しっかり最後にねストレッチしてから終わった方が翌日楽になります。 OK。 結構ね腕振ったんで肩もだるいと思います。肩をねしっかりグーッと上げて落とす、これを5回いきましょう。せーの、1、2、3、4、5。 OK。 今度握り拳作って肘で丸かく感じで後ろに回していきましょう。5回、1、2、3、4、5。はい、 OK です。やってみた人はグッドボタンとコメントで教えてください。